阪神甲子園球場です。阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズ、この試合の模様をお送りいたします。タイガースの先発は右の才木、対するスワローズの先発は右のブキャナン、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。ピッチャーを交代します。才木降板、左の島本今日2番手としてマウンドに上がります。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第2球投げました、決まってストライク。第3球を投げました、低めボール。第4球はライト低めいっぱい、見逃し三振。6回の表が終わって2対0、スワローズ現在2点をリードしています。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターピッチャーブキャナン、投げました、打ちました、ファウルボール。第2球投げました、スライダーボール。第3球を投げました、決まったストライク。次は4球目、投げた、スプリット、空振り三振、2者連続三振。バッターは代打坂口。第1球ボール。第2球投げた、シュートは空振り。第3球を投げた、直球ストライク。第4球を投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。バッターは2番青木。今日はここまで3打数1安打1三振。投げた、初球はストライク。まずは入れてきました、投げました、ボール。第3球を投げました、見送ってストライク、追い込んでいます。投げました、ボール。次は5球目、145キロ直球、空振り三振、4連続三振になりました。先ほどのプレーです。満員の甲子園、スタンドからカラフルなジェット風船が勢いよく舞い上がりました。今日のヒーローは勝利投手のブキャナン。本当に今日は大活躍でした。